温州みかんは、みかん科の常緑低木、またはその果実のこと。様々な栽培品種があり、果実が食用にされる。現代において、みかんは、通常温州みかんを指す。和名温州みかんの名称は、江戸時代の後半に、みかんの産地として、有名だった温州から名付けられ、中国の温州から入った種子を、日本でまいてできた品種であるとの俗説があることに、 由来するが、本州の原産地は、日本の薩摩地方であると考えられており、必ずしも、雲州から伝来したというわけではない。2010年代に行われた遺伝研究により、母系種は、奇襲みかん、父系種は、九年母と明らかになっている。みかんが、もっぱら雲州みかんを指すようになったのは、明治以後である。江戸時代に普及していたのは、本州より小型の奇襲みかん、 シトラス木の国であり、みかんを代表していたのは、奇襲みかんであった。みかんは、蜜のように甘い柑橘の胃で、漢字では、みかん、蜜立花、きびかんなどと表記された。資料上、みかんという言葉の書室は、室町時代の1418年に記された、伏見宮貞だふさ新の日記、関門日記で、室町殿や戦闘へ、みかんが送られている。 1540年頃と年次が推定される、伊予国大三島の大山住神社を放り、三島市が献上した果物に対する領主、甲野通直の霊状が2通が残されているが、1通には、蜜漢、もう1通には、みかんと記されており、蜜漢から、みかんへの発音の過渡期と考えられている。江戸時代には、甘い柑橘類の種類も増え、立花と書いて、みかを意味するケースや、 麹の甘いものをみかんと呼ぶケース、か類でみかん類を意味するケースなど、名称に混乱が見られるようになった。南宋の藩彦忠コタダが1178年に記した、柑橘類の専門書、立花六には、柑橘は各地で産出されるが、皆、な雲州のものの上とナスにしかざるなりと記している。日本でも、和漢三サイズ上に、雲州橘立花はみかんである。雲州とは、 石膏の南にあって、柑橘の産地であるとあり、岡村証券、慶縁橘花府も、雲州橘花の美ミは、みかんに優れると記す。雲州は、上質で、甘い柑橘の産地と認識されていた。古典に通じた人物が、甘みに優れた本種に、雲州と名付けたという推測は、成り立つが、確証と言えるものはない。和漢三歳杖には、みかんの品種として、くれないみかん、 夏みかん、雲州立花、無角みかん、東みかんのご品種を挙げている。雲州立花、無角みかんは、今日の雲州みかんの可能性があるが、ここで触れられている、雲州、立花は、特徴として、皮厚実絶賛豊富と書かれており、同一種か断定は難しい。雲州みかんという表記も見られ、19世紀半ば以降、成立の造呈図集志向には、雲州みかんと、 小、する者、味ことにビなりとあって、これは今日の運襲みかんと見られる。1874年より全国規模の生産統計が取られるようになった。当初は地域ごとに様々であった柑橘類の名称を統一しないまま統計が取られたが、名称を統一する過程で、小みかんなどと呼ばれていた種が、普通みかん、理不尽などと呼ばれていた種が、運襲みかんとなったという。 明治中期以降、温州みかんが全国的に普及し、他の柑橘類に卓越するようになる。安倍熊のタスク、日本のみかんは、みかんの種類として、奇襲みかん、温州みかん、麹みかんの3種類が挙げられている。奇襲みかんの産地は、奇襲以外にも広がっており、温州みかんの普及後は、生産地との混同を避けるために、小みかんと呼ばれることが多い。英語で、 本種は、薩摩マンダリンと呼ばれる。欧米では、薩摩、マイカンなどの名称が一般的である。薩摩という名称は、1876年、本種が、鹿児島県薩摩地方からアメリカ合衆国フローリダに導入されたことによる。なお、その後愛知県尾張地方の種苗産地からアメリカに本種が渡り、それらは尾張薩摩という名称で呼ばれるようにもなった。 タンジェリン・マンダリン・オレンジと近縁であり、そこから派生した栽培種である。運州みかんの果樹日本の知らぬ控え沿岸が原産と推定される。農学博士の田中調査部老は、文献調査及び現地調査から、鹿児島県長島が運州みかんの原生地との説を唱えた。鹿児島県長島は小みかんが伝来した八代にも、近く、戦国時代以前は、 八代と同じく、被護国であったこと、1936年に、当地で、推定樹齢300年の古木が発見されたことから、この説で疑いないとされるようになった。発見された木は、継ぎ木されており、最初の原木は400から500年前に発生したと、推察される。DNA 鑑定により、朱子親が、奇襲かん、花粉親がく年棒であると推定された。 温州みかんは主に関東以南の団地で栽培される。温暖な気候を好むが、柑橘類の中では比較的寒さに強い。常緑小田柿で高さは3から4メートルほどになる。日本で一般的に使われている体地帯では2から4メートルの高さに成長する。台については、次期佐木山椒、し木参照。牡は5月頃で、 家計3センチメートルほどの白い五花弁の花を咲かせる。秋になると果実が結実する。果実の成熟期は9月から12月と品種によって、様々で5から7 5センチメートルほどの平田休憩の実は、熟すに従って緑色から投稿色に変色する。一般的に花粉は少ないが、単ため結果性のため受粉がなくても結実する。自家は合成であるが、 受粉しても、姿勢不燃性が強いため種子を生じにくく、通常は種なしとなる。ただし、万生品種は、姿勢不燃性が弱いことから、近くに甘夏等の花粉源があると種子を生じることがある。生じた場合の種子は多胚性で、発種しても、交雑肺が成長することは稀であり、ほとんどの場合は、多魂細胞由来の多魂肺が成長する。そのため、 種子繁殖により母親と同一形質のクローンが得られる。ただし、種子繁殖は品種改良の際に行う。未結実期間の短縮、受精制御、果実品質向上等のため、日本では通常は継ぎ木によって増殖を行う。第二としては多くは、殻たちが用いられるが、柚子など他の柑橘を用いることもある。 柑橘の原種は3000万年前のインド東北部のアッサム地方近辺を発祥とし、様々な種に分化しながら、ミャンマー、タイ、中国等へ広まったとされる。中国においては、古くから栽培が行われており、戦国時代に完成したとされる文献、安史春秋には、立花固め、唐立ちとの古事が記されている。日本には、立花と沖縄に、 シークワーサーが厳正していたが、3世紀の日本の様子が書かれた、儀式和神伝には、夕端神立花古生、二淵もためじみと記されており、食用とはされていなかったと考えられる。日本の文献で最初に柑橘が登場するのは、古事記、日本書記であり、水人天皇の命を受けとこうよの国に使わされた、田島守が、肘子お好みの実と枝を持ち帰った。 ひじ好みとは今の立花であるとの記述がある。ここでの立花は立花であるとも代々であるとも賞味感であるとも言われており、定かではない。その後も中国から金柑や麹といった様々な柑橘が伝来したが、当時の柑橘は食用としてよりもむしろ薬用として用いられていた。みかんとして最初に日本に広まったのは、 州である。中国との交易港として古くから栄えていた肥後国八代に中国石膏省から小味蜂が捨てり高田みかんとして栽培され肥後国氏より朝廷にも献上されていたそれが15から16世紀頃に紀州有田に移植され一大産業に発展したことから紀州の名が付けられたまた江戸時代の豪商である紀の国や文在門が 当時江戸で高騰していたみかんを紀州から運搬して富を得た伝説でも有名である。また、江戸時代初期、徳川家康が駿府城に隠居した時、紀州から紀州みかんが献上され、家康が植えた、この木が静岡県のみかんの起源とされている。静岡のみかんの起源には富士市の農夫が外国から移植した経緯もあり、家康が起源のみかんとは歴史も古く。 品種も異なる。雲州みかんは当初、長島みかん、東みかん等と呼ばれていたが、種子を生じない性質から、武士の世にあっては、縁起が悪いとされ、ほとんど栽培されることはなかった。しかし、江戸時代後期より、その微味と種なしの利便性から栽培が行われるようになり、明治27年頃から生産を増やして徐々に、奇襲みかんにとって変わるようになった。 運州みかんとの故障が一般的になったのもこの頃である。明治時代に入ると以前よりみかん栽培に力を注いできた奇襲有田はもとより静岡県や愛媛県等でも運州みかんの栽培が本格化する。産地の拡大により市場競争が始まり栽培技術の改善や経営の合理化が図られるようになった。またアメリカ合衆国フロリダ州に 苗木が送られたのを皮切りに、北米や朝鮮半島にも輸出されるようになり、日本国外への展開も始まった。昭和初期には、夏みかんやアメリカから輸入された、ネーブルオレンジ等も広く栽培され、柑橘市場の成長は、最初のピークを迎える。その後、太平洋戦争に突入すると、食料増産の煽りを受けて、 栽培面積は減少し、資材の不足と徴兵による労働力の減少により、果樹園は荒廃した。戦後の復興期もしばらくは食糧難の解消が最優先とされ、栽培面積の減少が続いたが、数年後には増加に転じ、1952年に戦前の水準まで回復した。そのまま高度経済成長の波に乗り、未完栽培は、 飛躍的な伸びを見せる。復興ブームによる果実消費の増大によって、運州みかんは高値で取引されるようになり、一部では黄色いダイヤとも呼ばれた。1960年以後は行政施策の後押しもあって、全国的に過剰なまでに増産され、1968年の工作時には計画生産量を上回った。この頃には、 完全に生産過剰となっていたが、なおも増産は続けられ、1972年には、豊作とこの年から始まったグレープフルーツの輸入自由化の影響により、価格が暴落。ピークの1975年には、生産量は終戦直後の約8倍に当たる366.5万トンに達していた。生産過剰に加えて1970年代より、 アメリカからオレンジ輸入枠拡大の要請が強まり、政府は、みかん栽培縮小へ方針を転換した。政府の政策は他種への会食を促すことにもなり、運州みかんの栽培面積が年々減り続ける。一方で、他の柑橘の栽培は拡大した。1980年代からの日米貿易摩擦の中で1991年に、オレンジの輸入自由化が始まった。円高も、 相まって、オレンジの輸入が増大する一方で主に北米向けに行われていた輸出は途絶え、みかん栽培は危機を迎えた。これに対して、各産地では生産調整、品質の向上、価格が高いワセや極セへの切り替え等で対応し、運州みかんの価格は傾向として一時的に上昇した。しかし、農家の後継者不足や果樹消費の高角化等、 日本のみかん栽培は今なお様々な問題を抱えている。農林水産省の2021年予想生産量は76万トンで2020年実績より6000トン少ない。農家の高齢化などにより供給量が需要を下回るようになっており、2020年産から緊急受給調整事業を廃止、過剰栽培を抑える意味で公表していた適正生産量を 増産を促す意味合いを持つ予想生産量へ切り替えた。近年では新たな反応として日本国外への輸出拡大が試みられており、主な輸出先である北米の他にも香港や台湾といったアジア諸国への輸出も始まった。9月から10月頃にかけて収穫される。1970年代に発生したオイルショックを受けてハウス栽培における 石油消費量を減らす目的で研究が進められるようになった。近年は生産過剰気味である。10月から12月にかけて収穫される。比較的単価が高いことから中性や普通運臭からの切り替えを進める産地もある。11から12月頃に収穫される。チンタオタイラー10の像11月下旬から12月に収穫される。特に遅く出荷される品種は、 万世運州として区別される日本で最も消費量の多い果実であったが、近年の総務省の家計調査では一世帯あたりの消費量においてバナナに抜かれて2位に転落し、2013年時点はバナナ、リンゴに次ぐ3位となっている。もっとも産地近辺では栽培農家からお裾分けをもらうことが多い。収穫された。 温州みかん温州みかんの生産量は、和歌山県、愛媛県、静岡県が年間10万トン以上、続いて、熊本県、長崎県が5万トン以上、佐賀県、愛知県、広島県、福岡県、神奈川県が2万トン以上、三重県、大分県、大,県大阪府、香川県、徳島県、鹿児島県、宮崎県が1万トン以上、山口県、 高知県が5000トン以上となっており、これらの県で99%以上を占める。以下、千葉県、岐阜県、兵庫県、岡山県が1000トン以上、その他茨城県、埼玉県、東京都、新潟県、福井県、京都府、奈良県、島根県、沖縄県などでも作られている。このように、温州みかん栽培は、温暖、かつ日当たり、風当たり、 水はけが良い斜面の地形が条件であり、主な産地のほとんどが太平洋や瀬戸内海に面した沿岸地である。近年は保存技術の向上とともにビニールハウスや温室で栽培されたハウスみかんも多く流通し、ほぼ一年中めにすることができる。ハウスみかんでは佐賀県、愛知県、大分県などが主産地となっている。日本以外では 世界最大の産地である中国石膏省のネーハ市、放火市、ネ海カイ市、他に、米国アラバマ州、スペインやトルコ、クロアチア、韓国のチェジュ島、ペルーなどでも栽培されている。収穫量以上の19府県が主要産地となっており、それ以下の県と大きく収穫量を話しているが、千葉県、兵庫県も、累年統計をとっている。収穫量は、 最新の全国調査を行った、作業調査2014年版による、以下、茨城県、埼玉県が年間100トン以上、福井県、東京都が年間80トン以上、島根県が年間50トン以上、群馬県と新潟県が年間20トン以上、また、収穫実績があった県として、栃木県、石川県、滋賀県が記されている。 前述したように、年収閣僚1000トン以上の経済的産地形成としては、岐阜県の養老産地36、あるいは千葉県の房総半島周辺となっている。だが、それ以外にも小規模な産地が点在し、それぞれが北限の産地と名乗っている。栽培技術の進歩と品種改良、また気候条件の変化などにより、北限産地は年々北上している傾向がある。 果肉には、プロビタミン A 化合物の一種であるベータ、クリプトキサンチンが、他の柑橘に比べて、非常に多く含まれている。これには強力な発がん抑制効果があるとの報告が、果樹試験場、京都府医大などの共同研究グループによってなされ、近年注目されている。オレンジ色の色素であるベータ、クリプトキサンチンなどの、カロテノイドは脂肪につくため、 みかんを大量に食べると皮膚が黄色くなる。これをカンガワ症という。カンガワ症の症状は一時的なもので、健康に悪影響はない。その他にもクレン酸、食物繊維などが多く含まれる。白い筋にはヘスペリジンが含まれ、動脈硬化やコレステロール血症に効果があるとされている。みかんの美味しさは、含まれている糖と酸の量、バランスやホロの薄さなどによって決まる。 糖度が高いことは重要だが、酸の量も同様に味の決め手になる。生食されることが多く、ない日を丸ごと食べる人と食べない人で、個性も分かれている。また、剥き方も、へそから剥く方法と、下手から剥く方法と、刃物できる方法と、様々ある。他に、北陸地方、東北地方、九州地方など地域によっては焼きみかんといって焼いて、 食べるところもある。また凍らせて、冷凍みかんにしたり、お風呂に入れて食べたり、牡蠣のように音に応じて様々な加工品も作られている。みかんの全生産量の約2割は、ジュースや缶詰に加工されている。ダイエット食として、食物繊維として含まれるペクチンには、成長作用のほか、消化酵素の一つである、スイリパーゼの働きを阻害する作用があるとされる。 これを食前に摂取することにより、食物中に含まれる脂肪の吸収を抑制することができる。また、シネフリンには、β3 アドレナリン受容体に働きかけて、脂肪分解と熱生産を促進する効果があり、体脂肪を減らす効果が高い。特に熟していない青い果実に多く含まれている。しかし、こうした、ウんしゅうみかんの性質が優れた。 ダイエット効果をもたらすというわけではない。みかんからシネフリンを抽出し、ダイエット効果を謳ったサプリメントも市販されているが、シネフリンと刺激性物質を同時摂取した際の危険性も指摘されている。また、みかんダイエットを代々的に報じたテレビ番組発掘あるある大事典22006年10月22日放送分において、 かんの血糖値抑制効果を示すグラフが提示されたが、後にこのグラフは改ざんされたものであったことが報告された。可否には精油を含んでいて、精油成分は主にリモネン90%である。その他に成分としてヘスペリジン、ルチンなどフラボン配当体が含まれている。ヘスペリジンは毛細血管の透過性を増大させる作用があり、脆くなった。 毛細血管を回復させることが知られているほか、抗菌、利尿、抗ヒスタミンなどの作用もある。したがって、高血圧の予防、腎炎、腎麻疹の予防に役立つ漢方薬の一種でもある。漢方では熟したものの下皮を陰干しにしたものを陳皮と称して利用する。陳皮とは、一年以上経過したものを意味する陳皮差し品を使用しなさいという意味、すなわち、 古い川の井で名付けられている。チンピは、漢方で、権威利尿、チン鎮イ、チンハキなどの目的で処方に廃材されるほか、七味唐辛子の材料としても用いられる。また、製薬原料としても大量に用いられている。なお、中国における、伝統医学、中医学において、みかんは体を冷やす食べ物として分類されるため、風邪をひいた際には食べてはならない食品として、 認識されている。また、精油はアロマテラピーに用いることもある。民間療法では、風邪の初期症状で多少熱があるときに、鎮ついた治療10から15グラムを 600cc の水で半量になるまでとろびで煮詰めた煮出し液を蜂蜜などで甘くしたり、おろし生姜を混ぜて、食感3回に分けて飲む用法が知られる。食べ過ぎ、食欲不振、悪心、嘔吐に、 ついた治療2から 3g を水 400cc で、煎じて服用しても良いとされる。手軽にできる胃腸薬として用いられるが、胃腸に熱があるときは服用禁忌とされる。肩こり、腰痛、神経痛、冷え症の改善に、チンピの布袋などに入れて、風呂に浮かべて、浴冬量に使用しても良い。油法と呼ばれる下皮の粒々には、リモネンという成分が含まれ、 合成樹脂を溶かす溶剤として注目されている。また、オレンジオイルやリモネンは、洗剤等にも利用されている。みかんの絞り汁は炙り出しに用いることができる。特に冬には手軽に手に入れることができるため、年賀状に使うこともある。また、ろうそくの炎に向かって、みかんの皮を折り曲げ、飛んだ油脂で炎の色が変わるのを楽しむ遊びもある。 みかんの皮は剥きやすく、すぐに剥がれ、剥いた皮は様々な形になるので、意図的な形に切ることによって動物などの形を作ることができる。典型的なものとして、八本足のタコがある。家康公お手植えのみかんの木日本では、温州みかんが使われるが、中国では、大紅みかんなどが、薬用に使われる。ありがとうございます。